はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今日はですね、皆さん、コントローラーのこのスティックがちょこっと勝手に動いちゃうっていう時ありませんかね。今日はそれを、改善する一つの方法をちょっとねご紹介したいと思います。この方法はスカーフゲーミングの、ホームページに記載されてるやり方なんですけど、まあ、スカーフといっても中身はね純正と一緒なので、まあ、純正コントローラーでも、まあ、おそらくできるだろうということでちょっとね紹介していきたいと思います。そしてこの前のモダンオフェアのアップデートでデッドゾーンがね調整できるようになりましたよね。でそれもねちょっと関係してくるので、それもちょっと動画の後半で喋ろうかなと思います。さあまずやり方ですね、非常に簡単です。まずは PS4 の電源を落としてください。でそしてこのねコントローラーをまずリセットします。リセットするにはこのね後ろのここですね、後ろのこの見えるかな、このちっちゃいね穴があるんですよ。細い穴、ここになんかこういう何か細いものでちょっと差し込みます。ほんとクッて入るところがあるので、まあ安全ピンとか何か細いものがいいと思います。でこれで押し込んで約5秒間ホールドします。1、2、3、4、5、約5秒間ホールドしてね押し込んで、これで一応コントローラーがリセットされました。はい、では次のステップですね、この右スティック左スティックを約30秒間押し込みます。ものすごいね強く押し込まなくてもいいので、軽くですねこう同時に押し込みます。はい、では次のステップですね。この右スティック左スティックを同時に、まず右に、5回回します。 1、2、3、4、5 と、まあ、大体で多分大丈夫だと思います。で次にまた左に5回回します。 1、2、3、4、5 と、はい、 OK です。そして最後にまた右スティックと左スティックを30秒間押し込みます。はい、以上で完了になります。はい、これでスカーフゲーミングで紹介されてたスティックの直し方は以上になります。でこれでもどうしても動いてしまうっていう場合ですね、動画の最初に COD でもデッドゾーンが追加されたと言ったんですけど、デッドゾーンっていうのは、まあこのスティックがねちょっと触れても動かしても動かない範囲、入力されない範囲のことなんですけど、でデッドゾーンはできれば FPS の観点から言うと、まあね、まあ、なければない方がいいんですよね。もうこう入力遅延っていうのに速さに直結するので、できればない方がいいんですけど、どうしてもスティックがねこう勝手に動いてしまうっていう場合は、まあ、少しこうデッドゾーンを上げて、まあ、何も触れなくても動かない範囲までデッドゾーンを上げるのがいいと思います。であまりにデッドゾーンをこう多くね上げないとスティックがね勝手に動いちゃうよっていうコントローラーは本当にねもう買い替えた方がいいと思うので、まあその辺のねこうバランスは何でしょう、まあ、本当コントローラーっていうのはね一個一個も全部違うので、まあ自分の持ってるコントローラーとねうまいことね調整してみてください。僕は COD のデッドゾーンは今はゼロでやってます。まあゼロにしても僕の場合コントローラーとね、勝手に動くことがないので一応ゼロにしてます。まあもしこれがゼロにしてちょっと動いちゃうようであれば、まあ1とか2とか上げて様子を見るっていう感じですね。まあ今回この紹介したやり方と、まあデッドゾーンの設定をまあうまいことね、ご自身のコントローラーと相談しながらうまいことね、調整してみてください。この動画ぜひ参考になったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では、バイバイ。今日はですね、僕の一日的な動画をちょっとチャレンジしてみようかと思います。